キイルハートゲームっぽい企画。え、何ですかこれ。なんかまたなんか変な思いつきとかで始めるんじゃないですか。ときめきイルハートアドベンチャーか、アドベンチャーゲームっぽい企画とは、ツイッターと連動してイルハートの運命を決めるアドベンチャー風動画企画です。例えば動画の最後にいつも選択肢が出てきて、1番天神琴音ちゃんを撮る、2番朝のゆりちゃんを撮る、3番鳩を撮るなどが表示されて、ツイッターでどの選択肢を選ぶか視聴者のみんなに決めてもらいます。その投票結果によって運命がどのように変わるかを楽しむ企画です。イルハートが主人公のゲームっぽい読者連携企画というやつですね。という感じのね、こともねやってきたらしいです。なんかあれですよね、ゲームのネタ切れでゲームができないから始めました企画っぽさが、まあ、すごいんですけど、まあね、でもやはりファンの人とね、こう一緒に作っていける動画とかってすごい好きなんで、これは素直に楽しみです。やっていきたいと思います。大好き。はい、というわけで今回はね、まあ、説明編っていうことでね、まず簡単な流れだけ説明すると、このときめきイルハートアドベンチャーゲームっぽい動画の最後に選択肢を表示します。動画公開と同時にツイッターでその選択肢を表示しますので、どの選択肢がいいか皆さんが投票をしてください。あと、その投票数が一番多いものを選択肢として決定、お話がその流れで進んでいきます。あ、なんかちょっと面白そう。早速今回の選択肢を表示しようと思います。ていうかなんかイルハートね、まだこのどんな選択肢が表示されてるかわからないんですよ。なんかまさかとは思うんですけど、イルハートまーたおもちゃにするみたいな展開じゃないですよね。選択の中にはなじめかわいいなやつもある。なるほど、ならではイルハートのファンのみんなわかってると思うけど、みんなならね、かわいい展開にしてくれるって信じてます。はい、まあ、とにかくね、今回の第1回目選択肢はこちら、じゃーん。1番イルハート異世界転生物語。あー、面白そう。2番、イルハート魔法少女になっちゃうの。3番、イルハートが幽霊になっちゃうぞ。いやー、なんか魔法少女とかは、魔法少女とかは可愛いんですけど、最後のさとかやね、まあちょっと一部不安な選択肢もあり、なんかもう第1話で終わるんじゃないか説っていうね怖さもちょっとあるんですけど、まあね、この選択肢をね、こう選んでツイッターで投票してくれた人にこう楽しんでもらえるね動画にしていけるように頑張りたいと思いますので、みんな楽しみにしていてください。大好きです。イルハートが最近女の子に言われて胸がキュンとしたセリフですか。なんだろうな。あれですね、あのちょっとこの間も話したんですけど、アルトっていう3人組のね、こうアイドルユニットさんいるんですけど、そこのね、あの遠坂ゆらちゃん、ゆらちゃんがなんかなんだっけ、食べ物の話をねツイッターでしてて、クララちゃんと食べ物の話をしてて、まあ、そこにちょっと巻き込みリップして、なんかパンケーキを食べてるユラの顔を重ねるメープルシロップを飲みたいって書いたんですよ。そしたらめっちゃ草生やして
気持ち悪いみたいな返事が来て、いやなんか待って、なんかこれちょっと私が変態みたいなじゃないですか。別にあの気持ち悪いって言われたのが嬉しいじゃなくて、ゆらちゃんに気持ち悪いって言われて、待ってそれもキモくない？